サン田市は観光施設の充実や地域ブランドの育成また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR や情報発信に取り組んでいます三田観光一押し情報このコーナーでは市内を巡って見つけた旬の話題や一押し情報イベントなどお伝えいただきます 観光専門医の今西さんにお話を伺ってまいりましょう。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えー、寒波の影響で寒さが続いていたんですけれども、うんね、最近は日中暖かい日もえ、ね、そうですね、ちょこちょことあってあの春が一歩一歩近づいてきていますよね。うん、そうですね。あの明るさを見ていると、はい、もう春はい、まじというかもうあの暦ではね当然春なんですけれども気温がなかなかついていかなかったですね。すね今日来る時はいかがでした？あの日差しがとても うんうん、眩しいぐらいに、太陽が、ねはい、出ていて、えー、あの暖かさを感じる一日でしたで、はい、はい、それでは早速春を感じられるイベント、はい、もう今から楽しみですので、じゃあご紹介いただきましょう。はい、どのようなイベントがありますか。はい。 え、初めはお雛様の話題からお伝えさせていただきます。お雛様、そうですね。ぜひ飾ってらっしゃいますか。昔はしてたんですがちょっと最近、なかなか飾ってなかったので、これを機会に。ぜひ飾りたいと思います。そうですね。じゃあ、ご紹介ください。え、三月三日の桃の節句を前に、二月二十四日の土曜日から。お雛様ロードと題したイベントが、三田本町通りで開催されます。今週の土曜日ですね。え、これは。 絵作りのタケビナや各家に伝わるお雛様を商店や住宅の窓越しに飾り街歩きの魅力を高めようというイベントなんです3月4日日曜日まで飾られ期間中はスタンプラリーなどお楽しみイベントも盛りだくさんですまた屋敷町にある三田ふるさと学習館とそのお隣の旧久喜家住宅資料館では ひなめぐりインサンダーが開催され、およそ千体のひな人形が展示されます。豪勢、うん、ですね。千体というのはすごいですね。はい もしかしたら、もう少しあるかもしれないということなので。本当にたくさんのお人形があるんですけれども。あの前半でご紹介いただいたこの、はい、えっと、お雛様ロード。はい、これ私何度かね、寄せていただいたことがあるんですけども。はいあ,はい、あの屋敷町のこの三田ふるさと学習館にある。あ、お隣のこの旧古、はい、木家住宅の資料館、ひなめぐりインサンダ。仙台、はい、ってすごいなと思って、ちょっと見てないんですけど。あそうなんですね。えー、私もあの、今年ちょっと実は初めて見せていただくので、そ,でね、それがすごく今。 楽しみなんですが、はい、あのふるさと学習館では、うん、昭和のおひな様を中心に、はい、市民の皆さんから寄贈されたひな人形なんですけれども、はい、それがずらりと並びまして、うん、中でもまるでピラミッドのようにそびえる高さおよそ2 5メートルの灘番組、ね、おひな様タワーは圧巻なんです。は はい、あとまた可愛いひな遊びの人形も展示されてまして、ええ、あの一部屋一面におひなさまが百人一種などをして遊んでいる姿をイメージして飾られているそうなんです。いいですね。はい華やかでしょうね。毎年その何をして遊んでいるかっていうのも変えながらいろいろ展示されているそうなのでいいですね、はい。ご覧いただきたいと思います。はいそしてこのピラミッドのようにそびえるというのははい、じゃこう四面を、うん 本当に、ええ、すいませんお写真持ってきたらよかったんですけれどもあ、はいはい、本当にこのいあのお部屋に入っていただいて、うん、もう部屋を一面にどんとそびえ立って<あ>ちょうど天井ぎりぎりまであるもの、ええええ、すご大きな。 ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います,います土曜日からということなのでね、はい、はい、もう少しじゃ詳しく教えてください、はい、えー、旧久喜家住宅資料館では三田藩主の久喜家ゆかりの雛人形や、えー、明治から昭和にかけての様々な時代形式の雛人形をご覧いただけます縁側や庭にもお雛様の姿が見られるそうです たくさんのお雛様に囲まれると気の気持ちも華やぎますよね,すねこの機会にぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、ひなめぐりインサンダの開催期間は2月24日土曜日から4月5日の木曜日、はい、月曜日は休館となります なお3月3日土曜日の桃の節句には朝10時から夕方3時までふるさと学習館の来館者に桜茶のサービスがあるそうですこれも以前私ちょうどその日だったと思います、はい、あ,のあの頂戴しまして、はい、あのちょうど久家ゆかりのひな人形をねじっくりと見ている時でとっても心がね、はい、あの春が来たという感じになりましたので美味しかったですよ。良 <laughs> かったです、えー えー、せっか、せっくの機会ですので、うん、ぜひ皆様にもお越しいただきたいと思います。すね、はい、開、え、所、ー、時間は三田ふるさと学習館が朝10時から夕方5時。旧久喜家住宅資料館は朝10時から夕方4時です。お問い合わせ先は三田ふるさと学習館。お電話番号が。ゼロ七九。五、六、三。五、五、八、七。五、六、三の。 五五八七までお願いいたします。はい、ありがとうございます。おひなさまロードにひなめぐりインサンダ、おひなさまをご覧いただきながらサンダの街また改めてね良さをあの巡っていただきたいなと思います。はい、では他のイベント情報もご紹介いただけるんですね。お願いします。はい。はい えー、次はですね皆さんが心待ちにしている桜の話題です。はいうん、桜今年は特ににしいですね, <laughs> ね本当に、はい、あの先月お伝えしました、うん、サンダー春の恒例イベントサンダー桜回廊ウォークのご案内です。 桜鶴回廊として親しまれている向こう沿道の桜を見ながらのウォーキングで春、ええ、サンダの春を満喫していただけます。はい。あの県以外から市以外からもたくさんの方ね、はい、来られてるみたいですね。はい。はい、あの今ご紹介いただいた桜鶴回廊はい。改めてご紹介いただけますか。はい。え桜鶴回廊とは兵庫県が1991年から。 2000年の10年をかけて、はい、瀬戸内海から日本海を結ぶ延長およそ1 7 0トルの河原沿いを、はい、およそ5万本の桜でつないだ回廊を整備しましたすごいですね,ねこれをふるさと桜つず回廊と呼んでいます兵庫県を縦断するわけですね、はい、すごいですね、えー、特にですね、三田市域は、はい、沿道も整備されてまして、えー、周りの自然豊かな風景と合わせて絶好 の花火スポットとなっているんです。そうですね。はい、はい。じゃあ詳しく教えてください。はい。えではイベントの詳細をご案内させていただきます。お願いします。はい。第十四回三田タ桜街道ウォーク今年の開催は4月7日の土曜日です。 皆さんカレンダーのご予定に書き込んでくださいね本当ですねはい。土曜日の開催なのでしっかり歩いていただいても、うん、翌日の日曜日にゆっくりお休みできるのも嬉しいですよねそうですね集合場所は JR 宝塚線相本駅前広場受付時間は朝8時半から朝10時半の間でスカス、うん すみません、スタートは受付後随時となります。じも到着して受付を済ませるとどんどん歩いていっていただくことですね。そうなんです。ですね、どんどん、どんどんと歩いていただきたいと思います、はいはいえ。参加費は中学生以上の大人の方でお一人様八百円、はい、小学生以下は無料です。はい なお、店員に空きがある場合のみ当日受付もありますが、うん、参加費は千円となりますので、ぜひ事前にお申し込みくださいね。前売りの方がお安いということですね、はい。お安いです、はいえ。コースは例年通りの三コース。いずれ三つあるわけですね。三つあります。はい、いずれのコースも JR 相本駅をスタートして特産品大抽選会にご参加いただける青のダムサイド公園をゴールとする。うん 13キロメートルの一般コースを基準にもう少し短い距離を気軽に楽しみたいまたお子様と一緒に参加したいという方にはゴールが駒尾佐八幡神社までの7キロメートルのファミリーコースもっと体力に自信がある方には三田駅前ペディストリアンデッキにある三田市総合案内所キッピーナビがゴールの 二十三キロメートルの見客コースにチャレンジしていただけます、はいえ。当日の気候や体調によりコースは自由に変更していただけます。参加資格は健康な状態でご参加いただける方ならどなたでも。ただし小学生以下は保護者の同伴が必要になります。そうなんですねお子さん、はい、小学生のお子さんだけでは参加できない。はいはい、ご一緒に、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。すねはい、え当日の気候あ。 応募人数は先着2000名で応募チラシまたはインターネットからお申し込みください、はい、応募チラシは三田市総合案内所キッピーナビ三田市観光協会事務局三田市役所1階ロビーと5階産業政策課また各市民センター郵便局などに設置しています 参加者の募集受付は3月1日木曜日から3月28日水曜日までとなります皆さんのご参加お待ちしています、はい、今日できたてほやほやのチラシ申し込みを持ってきてくださいましたけど、はい、もうこれを見たらすぐに春を満喫したいということでお申し込みになると思いますね <laughs>、はいはい、3月1日来週から はいといいいととうこでですすねねよよ当日の桜の開花状況とお天気がちょっと気になるところなんですけれども昨年はですね桜が満開での開催となりまして午前中、少し雨が降ったんですけれども、うん、ここからは晴れて皆さん、ね、桜の中を心地よくウォーキングされたそうです。はい えそして桜街道ウォーク運営スタッフ募集のお願いがあります。ここから今度はスタッフの方ですか。はい、はい。ご紹介ください。はい、え毎年千名を超える参加者の皆さんに春の三度の魅力を満喫していただくために運営スタッフとして一緒にイベントを盛り上げていただけませんか。お手伝いいただきたい活動場所は、うん、JR 相模駅でのスタート業務。うん これは受付などでしょうね。うねたくさんの方が来られますからね。はい。はい、そしてコース上各所でのコース案内。はい。はい。はい、八幡神社でのお弁当配布などサブ本部担当。はい、はい。青のダムサイド公園でのサイド公園での本部担当以上の四箇所で。うん 朝7時半から夕方5時半までのご都合の良い時間帯にご参加いただけます。全部ではなくていいんですね。そうなんです。この部分だけということで、はい、朝7時30分から夕方5時30分の中での都合の良い,い時間、はいはい。そうなんですね。はいえ。ご協力いただくにあたりまして、11号をご案内させていただきます。そうですか。じゃあゆっくりご紹介ください。はいはい ボランティアスタッフとしての参加となりますので、はい、謝礼などはありませんが、はい、当日のお弁当とお茶をご用意させていただきます、はい、イベント保険に加入しております、はい、原則活動場所への交通手段はご自身で確保願います、はい、役割は事務局で決定の上改めてご連絡させていただきます、はい、ボランティア募集の締め切りは 三月九日金曜日までとなっております。はい、わかりました。これはあの若い方たちも社会参加の一つとして楽しそうですね。ぜひ、若いの皆さんも。そうですね。はい、あの特に年齢制限というのは。あの、若い方も含めてないんですか。やってみたいとおっしゃる方は、まずは連絡されたらいいですね。ぜひ、お問い合わせいただきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。そして今年初めて体験できることもあると伺。っ ていますけれども、なんでしょうか。はい、えー、今年は一般社団法人全日本ノルディックウォーク連盟によるノルディックウォーキング体験会を実施します。人気ありますね。本当ですよね、えーえー。希望の方にはですね、相本から駒ヶ岳八幡神社までのおよそ7キロメートルを歩いていただけます。うんはい、はい、じゃあノルディックウォーク改めて詳しくご紹介ください。はい、はいえー、ノルディックウォークとは。 国欧発祥のスポーツで両手に専用のポールを持って地面を突きながら歩く全身運動になります健康増進介護予防ダイエットなどに効果的とされていますノルディックウォークノルディックウォーキング体験会に参加希望の方は桜回路ウォークにお申し込みの上3月1日の木曜日から 3月23日金曜日までにお電話で事前申し込みしてください。はい えっと、これはじゃ、まずは桜回廊ウォークに申し込むというのが必要なんですね。はい、で、申し込みましたけど、ノルディックウォークの体験もしたいですっていう方は。改めて電話で申し込むという、はい。そうですね。事前申し込みで。お願いいたします。じゃあ桜回廊ウォークの申し込み書に書くとか。はい、あの、申し込んだから、もういつでもできるではなくて。はい、改めてノルディックウォーク体験をしますという電話が必要だと。 ういうことですね。はい。はい。わかりました。お願いいたします。はい。 これは参加費などはいかがですか。はい、えー、桜回廊ウォークの参加者は無料でご利用いただけます。そうですか。はい。わ、はい、かりました。そしてあのポールを使うんですけども、これは子供用もあるんでしょうか。はい、はい、あのポールなんですけれども、うん、大人用のポールのみのあのご用意になってしまいますので、です,ねはい、すいませんお子様がご希望の際は要相談となりますので、うん、ちょっと相談をしてというか、そうですね。サイズが合えば、はい、ですとか、かはい、<laughs> 使っていただく。 いただけると思うんですが、ちょっとそのあの受付の際にあのおっしゃっていただいた確認,、はい、確認させていただきたいと思いますので、はい、その旨ご了承ください。はい、え桜街道ウォークの参加募集やボランティアに関すること、ノルディックウォーク体験会のお申し込みは、<え>三田市観光協会事務局、平日朝9時から夕方5時までお電話番号が079561 561-2241 56までお問い合わせください。はい えっと、チラシの一番下にも三田市観光協会として、この電話番号が出てますのでね。はい、ぜひ、皆さん、手に取って、じっくりとご覧になって。はい、どのお弁当がいいかな、どのコースがいいかな、いろいろ楽しみながら。春を待ちたいなと思っています。はい、ぜひ、皆さんもご,ご家族、皆さんで参加してみてください。はい、え今日は観光専門今西さんにお話を伺ってまいりました。春のイベント情報など、たっぷりご紹介いただきました。どうもありがとうございました。三田観光一押し情報。 この時間は市内を巡って見つけた旬の観光に関する話題イチオシ情報そしてイベントなどお伝えいただきました次は3月22日の木曜日午後4時5分からお送りします次回も是非お聴きください